いつもクライマックス暴走中のコナンです。皆さんどうですか？暴走クライマックスということで、新イベントがですね、週末から始まったわけなんですけども、久々の気まぐれゲート楽しんでいますか？楽しむどころじゃねえよっていうね、意見がね聞こえてきます。確かにね、今回の気まぐれゲートむちゃくちゃ難しい。もうね、ワイポイント稼ぎとかね、周回とかね、パズルやってるレベルじゃねえよ。まあそう思っている人ね、結構いるかと思いますけども、まあまだね、イベントは始まったばかりです。これからね、いろんなキャンペーンとかね、追加キャラとかいろいろ来て、まあ難易度的にはいつもと同じ水準ぐらいまで下がってくるんじゃないか、そんな風にね考えています。今日はですね、イベント後半の追加要素あるのかないのか、このあたりのね話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。いつもと違う？そうなんです、今回の気まぐれゲートはいつもと違います。いくつか仕様変更があります。まあこれはね、考え方によっては当たり前なんですよ。いつも同じイベントでは面白くないよね。まあそうやってね言っている方多いと思います。おはじき飽きたぜ、プニットショットも飽きたぜってね言ってます。だから仕様を変えたんですと運営は申しております。ここが変わりました。まあ小さな変更はたくさんありますが、大きな変更として3つねあります。まず漢方の交換がなくなりました。これはつまり漢方をゲットしたければ、まあイベント周回するか Y ポイント課金してくださいよ、まあそういうことですよ。敵の HP が上がった。まあ最近はね、ダブルゼータとか強キャラたくさん出てきました。自分の持ち駒のプニの強さが強くなったんだから、敵の HP を上げてもいいよねと運営は申しております。種族縛りができました。まあこれはね、武道会とか他のイベント強敵相手で種族縛りがあるんだから、気まぐれゲートで種族縛りやってもいいんじゃないかと運営は申しております。まあサクッと見ると他のイベントでやってることなんで大したことねえぜって思うかもしれませんが、これで難易度が激変しています。やばいよね。追加キャラは、さあ今回のイベントで追加キャラは何体あるのか、1体なのか2体なのか、それともないのか。妖怪大辞典の追加は全部で10体でした。おいおい、いつも9体なのに1体多いじゃないか。ダブルゼータの海魔族暴走魔天空泣き出ています。ランク Z のうすら影族暴走院長カントッツ出ています。ランク Z の豪傑族、何これはまだ出ていないよね。ダブルゼータのうすら影族、何これもまだ出ていないよね。おいおい、2体も出ていないキャラがある。これは一体何なの。そうなんです、今のシーズンあれがあるよね。その他のボスキャラに関しては全て出ています。このね、ボスキャラもね、まあイベントの特殊能力どうこうとかね、必殺技強い弱いあるけども、まあそれを置いといてもね、結構思い入れのあるキャラばかりなんで、これは欲しいね。雷電流ランク Z の種族豪傑族、必殺技はデカプニを4つ作り、そのデカプニを消す。スキルは自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。ぶっ壊れじゃねえか。特殊能力は終焉の間でアップとダウン両方あります。つまりぶっ壊れ。入手方法は追加の Y ポイントガチャ。とうとうですね、この雷電流が妖怪ウォッチプニプニでも来る。これはですね、妖怪ウォッチ4プラプラでね、追加コンテンツとして出てきたキャラだよね。僕はね、妖怪ウォッチ4プラプラまだそこのところまでたどり着いていないんだよね。もちろんまだやっていますよ。同じ必殺技を持つ妖怪としては、霊戦者カイラ、必殺技はデカプニを4つ作り、そのデカプニを消すということで、まあ、全く同じ新必殺技。ランク Z のポカポカ族ご来光ボーイもですね、必殺技はデカプニを作り、そのデカプニを消す。プニ神もですね、同じです。まあこの他にもね、ブラックダイヤニャンがあります。
だから必殺技的にはね、そんな珍しい必殺技ではありません。ただね、むっちゃ使える。うまく使うとね、必殺技がね連発することができます。もうもろにさ、今回の気まぐれケイトで使えちゃうじゃねえか。やばいよね。同じスキルを持つ妖怪としては、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、大海賊シュラヒゲ。今回のねイベントでもね非常に使える。暴走カイラ、月天火つくよみ、ドラキュラ同士、ワイ覚醒リトルコマンダー、まあこの辺りがねランクの高いキャラではあるんですけども、まあ結構このねスキル持ったキャラはねたくさんあるかなと思います。妖魔ケツキヌラリヒョン、ランクダブルゼータのウスラ影族。必殺技は中央の妖怪プニを消し吸血玉を作る。スキルは技を使うと HP 回復、自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい。特殊能力は Y ポイントアップです。まあアップなんだけどちっちゃめのやつね、いつものやつです。入手方法はハロウィンニャンボガシャということで、このねヌラリがですね今回のイベントでは最も入手が難しいかなと思います。っていうのもね、ハロウィンニャンボ、皆さんご存知の通りほぼほぼ課金専用ガチャ、もちろんね無料のニャンボミッションとかねあるんだけど、まあ基本的にはね、まあ、0.5% なり 0.8% で来るんで、まあ課金で買うような感じになるかなと思います。でもね僕もねこれは欲しいんだよね。なんかワンチャン狙ってみたいかなと思います。今回の目的は、まあイベントの目的は人それぞれあるかと思います。まあヨップくんが欲しいとかね、ゴゴゴゴッドファーザーが欲しいとかいろいろありますけども、まあ一般的に言えばこんな感じ。ダブルゼータの暴走魔天ソラナキをゲット、もう一つがね暴走院長カントッツをゲットです。魔天ソラナキはまあガチャからなんだけど、必殺技は妖怪プニを消す、使うたびにダメージアップ。スキルはデカプニを消すとそのデカプニが降ってくるということで、まあスコアタなんかでもね非常に使えそう。ただ海魔族縛りのねスコアタが、まあ、あるのかないのかっていうのはまあ別問題としてね。暴走院長カントッツ、必殺技は全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。スキルは自身以外の妖怪が必殺技を使うと技ゲージが貯まる。これもねスキルと必殺技の相性がむちゃくちゃいい。これはねもうほんと欲しいよね。ただカントッツをゲットするには今回のイベントを全クリしないとねゲットできません。そこがね非常に問題となってくる。今回のイベントの難易度は、さあ皆さんどうですか。これ人によってはもしかしたらね簡単っていう人もいるかもしれませんが、僕の感想としてはむちゃむちゃ難しい。かつてこんな難しい気まぐれゲートがあっただろうか。まずですね、暴走の魔、まあいわゆる通常の魔ですよ、なんだけども、まあ今ねレベル35でですね、なんとプレイ条件が出てきています。勇まし、不思議、豪傑、薄ら影、海魔のみということで、これがね地味に効いてくる。つまり今まで使えていたね魔の攻略がね全く使い物になりません。この種族縛りをやられちゃうと、今まで使っていたさ鍵となるキャラ暴走閻魔とかね、まあパズル開始時に敵をサボらせる、使えません。暴走カイラ、技ゲージが溜まった状態でスタートですぐにね必殺技のね技ゲージを多く貯める、使えません。イケメン魚もね同じような必殺技、これも封じられています。Y 覚醒リトルコマンダーも封じられているということで、この速攻で簡単にね HP が減らずに周回していく、それがですねもう不可能になりました。だからより一層ね特殊能力持ちキャラのね重要性が上がったかなと思います。まあこれは言い換えればね初心者にとっては有利です。だってさこんな強キャラとかさ昔のキャラ持ってねえぜっていう人でも、昔からやっている人とね対等にこう勝負ができると。まあ運営もうまいことやりやがってよ。今回の強敵カントッツのスペックなんですけども、過去の気まぐれゲートの強敵たちと並べて比べてみました。まあ最近のね強敵花坂丸カッパちゃんとね比較していくと、まあレベル6まではほぼほぼ同じです。
HP もね攻撃もね同じような感じ。レベル7から少し様子が変わってくるんだけど、まあ確かにね HP はね若干高めになります。って言ってもですね、今までの花咲丸カッパちゃんでもHP ね140万とかあったんで、まあカッパちゃんに関してはさ回復するとか変なギミックもあったんで、まあどうなんだろうね、カッパちゃんと難易度的には同じぐらいかなっていう気がします。レベル9を見ると、おっと今までは HP180 万、まあ190万ぐらいでしたけども、今回は290万ということでガクッと HP 上げてきてるよね。その代わり攻撃がちょっと弱めになっているということで、まあバランスうまく取ってきたんだけど、まあ難易度的には同じぐらいかちょっと難しくなったかなっていうところでしょうか。分かりにくいのでグラフにしてみました。カッパちゃんと花咲丸は HP に関しては全く同じです。今回のカントッツは、まあ、7まではほぼほぼ同じなんだけど、8、9で一気に HP が上がっている。これは加速してるよね、二次曲線で加速しています。えぐいです。終焉の間レベル6に関してはだから HP 的にもね今までと同じで、まあ戦い方も同じような感じだったんで、まあ今まで使っていたような王族パーティー暴走閻魔も使えるんで漢方を使わずにですねなんとか倒すことができました。だがしかしこっからですよ、牙を剥くのはこっから。レベル7でですね、なんとプレイ条件不思議豪傑薄ら影海馬のみということで、暴走閻魔だとかね暴走カイラが使えなくなりました。これでですね一気に難易度上がります。どちらかというとその HP 攻撃がどうこういうよりもこのプレイ条件がね非常に厳しい、使えるキャラがもう限定されてくる。これはねもはや特殊能力持ちキャラなしでは無課金攻略はね非常に難易度高いんじゃないかなと思います。過去のイベントのね特殊能力持ちキャラと今回のイベントの特殊能力持ちキャラ比較していきたいと思います。カッパちゃんの時のね特殊能力持ちキャラなんですけども、ダメージアップが修羅ひげ、こちらガチャです。そして途中追加の祭り姫ありました。この時はね変なギミックがあったんで山女将がねあったんですけども、まあこれはあまり関係ないでしょう。そしてダメージダウンが修羅ひげと祭り姫ということで、特殊能力持ちキャラは2体でした。花咲丸の時の特殊能力持ちキャラはニャー KB ビビリエル守りの花の子と、実は3体あったんです。ダウンがニャー KB とビビリエル、ここでもですね追加キャラのビビリエルがあると。こう考えるとだんだんイベント的には難しくなってきているように思えます。今回のイベントを見てみましょう。終焉の間の敵に対してダメージアップが空泣きと夢見のみということで、厳しいよね。しかも夢見は活躍度小ということで、これ戦力になるのか。そしてダメージダウンに関しては空泣きのみです。現状ですね空泣きをガチャからゲットできていない場合は今のところは様子を見た方が良さそうだ。まあね自爆しに行くようなもんですよ。ということはやはり追加キャラがありそうだ。ズバリですね、電流がですねこの終焉の間レアに対してダメージアップとダウン両方ついてくるんじゃないか。いわゆるぶっ壊れキャラですよ、今回のイベントのね鍵となるか。今回のイベントのキーマンはですね、まあ途中追加の電流ありますけども、現状はですね暴走魔天空泣き、これだよね。これがですね唯一終焉の間の敵に対してダメージアップとダウン両方があるキャラということで、この空泣きをねゲットできればワンチャンありそうだ。漢方は何本、ちょっとねここも大きく変わりました。今まではですね Y ポイント交換クリアご褒美ミッションなんかで漢方もらえていたんですけども、今回それが全てなくなりました。その代わりですねログインボーナスで7本もらえることになりました。これは得なのか損なのか計算してみると明らかに損です。まずねトータルでもらえる本数が今まで9本あったのが7本に減っている。さらにログボなんでイベント後半にならないと手に入らないんですよ。
だからこれはね、まあ、運営からのメッセージとして初日クリアは諦めてくださいよ、イベント期間2週間きっちり使って攻略しましょうねというメッセージなんじゃないの。ガチャスケジュール確認しておきましょう。10月17日から10月18日まで、今ですね SSS ランク SS ランクキャラの出現率アップきています。10月19日から10月21日まで暴走魔天空泣きの出現率アップがきます。だからここでちょっと一応ワンチャン狙ってみるのもあり、ただし超アップではないので深追いは危険です。10月22日から10月24日雷電流の追加出現率アップ、だからここはちょっと勝負に出てもいいかと思います。10月25日から10月26日暴走魔天空泣きの出現率超アップ、10月27日から10月31日までラストチャンスということで、そして途中ですね10月28日にハロウィンニャンボがやってきます。やはりハロウィンですから。気になる途中追加の雷電流の確率なんですけども、前回のお祭り姫と同じパターンで来るならばランク Z なので 1.2% でね出現率アップ来るんじゃないかと思います。もう一声来るかな、 1.6% もしかしたら来るかもしれません。あとはねキャンペーンだよね、終焉の間の出現率2倍、おそらく今回もあるでしょう。前回もありました、深海の間レアの出現率2倍ということで、非常に微妙だけどね、これ出てくれるのが嬉しいのか出ない方が嬉しいのかっていうのはある。できればご褒美の間のね出現率を上げてほしい。まあこれでね期間限定カントッツを手に入れるチャンスなんですけども、確かにチャンスなんだけど敵が弱くなるわけじゃないからね、だから倒せないものは倒せないんだよね。さあ皆さんはね今回のイベントの追加要素あるのかないのか、またね予想をねコメント欄で教えてほしいなと思います。以上暴走中のコナンでした。